ミータ・デイビスはアメリカ合衆国のカントリーミュージック歌手で1960年代初期にポップミュージックとクロスオーバーした歌手として知られている。彼女はまだ10代だった1940年代後半にデイビス・シスターズのメンバーとしてデビューし1950年代にはソロアーティストとなった。彼女の最大のヒット曲は1963年のこの世の果てまでである。 彼女はカントリーミュージック界のスターとなった初めての女性ソロ、アーティストの一人で、タミー・ウィネットやドリー・パートンに大きな影響を与えていることが評価され、ニューヨーク・タイムズの音楽評論家、ロバート・パーマーから驚異的なカントリー、ポップシンガーと評された。デイビスはケンタッキー州ドライリッチで七人兄弟の長女として生まれた。幼い頃非常に元気いっぱいだったので、祖父から スキータというニックネームをつけられた。1947年に家族でケンタッキー州アーランガーへ移り、高校でベティ・ジャック・デイビスやワンダ・ローズ・レーダーと知り合った。彼女たちは学校や教会で一緒に歌ってデイビス・シスターズを結成し、デトロイトのラジオ局で歌い始めた。ワンダは遠くに移動できなかったため、スキータとベティ・ジャックのデュオーとして有名になった。 その後、1951年に、デュオは、RCA レコードと契約した。RCA レコードのプロデューサーであるスティーブ・ショールズは、デイビス・シスターズのハーモニーを機に、入り、1953年に、レコーディング契約をした。彼らの最も成功した曲は、1953年の、I forgot more than you ever know で、カントリーチャートで8週間1位を記録し、 ポップチャートでもトップ20に入った。ビルボードの歴史家によると、このレコードは歴代すべてのカントリーシングルの中で65位に記録される。アイ・ホガット・モア・ザン・ユー・エバー・ノがチャート上をにぎわしている間である1953年8月1日、デイビス・シスターズは大きな自動車事故に巻き込まれた。事故はベティ・ジャック・デイビスの命を奪い、スキータも重傷となった。 事故の後は、スキータは、ベティ・ジャックの妹・ジョージアとデイビス・シスターズの活動を続けたが、大きなヒットは起こらなかった。スキータは1956年に音楽業界を引退して結婚することを決め、リュウオンは解散した。デイビスは1958年にソロでカントリーミュージックに戻ることを決めた。彼女はアーネスト・タブとツアーを始め、 RCA レコードと再度契約した。この時のギタリスト兼レコードプロデューサーはチェット・アトキンスだった。同じ年、ハンク・ロックリンのヒット曲、ゲイシャガールのアンサーソングであるロスト2、A ゲイシャガールを録音した。この曲はカントリーチャートでトップ15まで上昇し、彼女の最初のソロヒット曲となった。アトキンスはこれらのセッションのすべてのギタリストとして、 デイビスの下で働いた。デイビスとアトキンスのハーモニーがデイビスシスターズの音に似ていると感じた。デイビスの提案でしばしばアトキンスはレコーディングにはコーラスでも参加した。彼女の早い時期のソロヒット曲ではこの影響が見られる。1959年にデイビスはトップ5カントリーヒットのセットヒムフリートトップ20ヒットホームブレイカーを発表した。 彼女はその年のグランドオールをプリに出演し、セットヒムフリーがグラミー賞にノミネートされた。それはグラミー賞に女性カントリー歌手がノミネートされるのは初めてのことだった。1960年から1962年までの間、デイビスは I a m Falling Too, My Last Date, Where, I Ought to Be t o Optimistic をトップ10ヒットにした。 1960年の i a m f a l l i n g t o o は彼女にとっての最初のポップチャートでのヒットでトップ40に入った。女性カントリー歌手がポップチャートでトップ40に入るのはこれが初めてのことだった。1961年にはフロイド・クレーマーのインストゥメンタルカントリーポップであるラストデートにスキータが詞を書いたマイラストデートが1961年に ポップチャートでトップ3に入るヒットとなった。I am falling to はカントリーチャートで2位をマイラストデートは5位を記録した。1963年カントリーポップのクロスオーバーヒットのこの世の果てまではデイビスの生涯で最大の成功曲となった。その曲は カントリーチャートでもポップチャートでも1位にこそ慣れなかったが、アダルトコンテンポラリーチャートでは1位となった。さらに、リズムブルースチャートでトップ5に入るヒットとなり、デイビスは白人女性歌手としては極めて稀である。その市場でトップ10ヒットを持つ一人となった。シングルは100万枚以上売れ、ゴールドディスクとして認定された。この世の果てまではすぐに、 デイビスの代表曲となった。同じ年、デイビスはもう一曲カントリーポップのヒット曲を出した。それは、キャロル・キングが書いた、I Can't Stay Mad ATU で、ポップチャートで7位と、e ージーリスニングチャートで2位を記録した。彼女は1960年代前半に、ポップミュージックショーのアメリカンバンドスタンドに何度も出演し、十数年後には、 カントリー歌手として初めて音楽バラエティ番組ザ・ミッドナイトスペシャルに出演した。デイビスはグラミー賞に5回ノミネートされた。1964年の H.E. s a ズザ s the Same Shings 2目、1965年のサングラス、1967年の h ワッ Art d o s ト It Take、1972年のワンチンソルジャーである。デイビスは ソングライターとしても70曲以上の作品を残しており、セットヒムフリート、マイラスト、デートウィズ・ユーで2回 BMI アワードを獲得し、後者の曲はアン・マーグレット、パッド・ブーン、K スター、ジョニー・ジェームズらにデイビスのバージョンをカバーされている。デボラ・ハリーは、長年のデイビスのファンでもあるマイケル・スタイプと、デイビスのバージョンを1993年にリメイクしたものを録音した。 デイビスの成功は1964年のコナゲットアロングウィズアウトヤーナウでも続いた。この曲はカントリーチャートでトップ10に入り、ポップチャートではトップ50に入るヒットとなった。1964年7月に発表したレッドメゲットクローズツーユーはトップ100には入れなかったもののブリティッシュインベージョンでポップスタイルが変わっていく中でデイビスは カントリーチャートでは成功し続けた。1965年、ボビー・ベアートのデュエット曲、エーディアージョン・レターを発表した。この曲はカントリーチャートではトップ10には入れなかったが、ポップチャートで小ヒットした。デイビスは、その間、ホギー・マウンテン・ボイーズのトリビュートアルバム、アイ・ラブ・フラット・スクラックスやバディ・ホリーのトリビュートアルバム、 スキーター・デイビス・シングス・バディ・ホリーを含む多くのアルバムを録音した。1967年にはデイビスはトップ10ヒット、ホワット・ドーズ・イット・テイクを発表した。デイビスは1960年代には他にフュエル・ツー・ザ・フレームとゼアーズ・エイフ・レヴォー・ン・エブリー・ミニッツをヒットされた。他のシングルは小ヒットだったが、たくさんのアルバムを発表した。 1970年、デイビスはトップ10ヒットの I.I.M.A. Lover と Bobby Bear とのデュエット Your Husband My Wife を発表した。翌年、自助伝的な作品バスフェア2 Kentucky もヒットした。しかし、その後は彼女は徐々にヒットしなくなった。シングル It's Hard to Be a Woman と Love Takes A Lot of My Time は カントリーチャートでトップ四十に入ることができなかった。ワンチンソルジャーはカントリーのラジオ局からあまりエアプレイされなかったが、グラミー賞の最優秀女性カントリーボーカルにノミネートされた。しかし、このレコードはカナダでは成功し、イージーリスニングチャートで二位とカントリーチャートで四位を記録した。九百七十年代は彼女は精力的にバルバドス、シンガポール、 スウェーデンなどの外国でツアーを行った。1973年に発表した I Can't Believe That It's All Over は久しぶりのトップ20ヒットとなった。1973年のグランドオールオプリでのパフォーマンスでデイビスはナッシュビル警察に逮捕された福音伝道士にゴスペルを捧げた。当時アメリカはニクソン政権の末期で分裂しており、グランドオールオプリのスポンサーは 保守的な経営思想を持っていた。それらの政治的な要因で彼女はグランドオールオプリから降ろされた。1974年にグランドオールオプリは2300席のライマン劇場から4400席のグランドオールオプリハウスに移動した。15ヶ月後、ファンからのリクエストによりジーン・シェパードやテディ・ウィルバーンらのオプリスターズと共演する形でデイビスは オプリのメンバーに復帰した。復帰するまでの期間、デイビスはアフリカの広範囲にわたって宗教的な歌を歌うなど活発に活動していた。デイビスがスタジオでの録音に復帰したのは1976年でマーキュリーレコードから2枚のシングルを出した。その中のシングル、I Love Us は彼女にとっての最後のナショナルチャートでのヒットとなった。 1978年からはマイナーなレーベルからアルバムを発表するようになり、1990年代まで続いた。デイビスは3回結婚した。最初に結婚して離婚した後、1960年にディスクジョッキーと結婚したが1964年に離婚した。1985年にアルバムシーシングス、ゼイプレイでバンド NRBQ と共演した後、 1987年には NRBQ のベーシストジョイ・スパンピナートと結婚した。夫婦は1996年に離婚した。デイビスは1960年代前半から亡くなる直前の2004年までテネシー州ブレントウッドに住んでいた。彼女の自助伝バスフェア2ケンタッキーは1993年に発表された。1998年には彼女は 自動書、ザ・クリスマス・ノートを、キャシー・ペレチアと書いた。それは、レベッカ・ウェルズや、テリー・ケイラ作家たちから賞賛された。デイビスは2000年まで多くの活動をしていた。1980年代から1990年代までは、彼女がポップスーパースターのままであった。バルバドスやシンガポールなどでツアーをしばしば行った。しかし、2001年にデイビスは後に命を奪われる。 ことになる乳がんにより、活動を休止することになった。デイビスは亡くなるまで、グランドオールオプリのメンバーだったが、最後の出演は2002年だった。2004年9月19日に、テネシー州ナッシュビルのホスピスで、デイビスは乳がんで死去した。72歳。ありがとうございます。